タジン鍋豪華なタジン鍋タジンはマグリブ地域の鍋料理。もともとは料理の際に使われる透製の土鍋のことを指した。トンガリ帽子のような形の蓋が特徴の独特な鍋を使い、羊肉か鶏肉と香辛料をかけた野菜を煮込んだものを言う。主にモロッコアルジェリアチュニジアで食される。なお、チュニジアのタジン鍋はポットの形が違う。一般に、 かワスという独特の皿に盛り付けられる。これは、キプロス料理で使用される皿と同一のものである。伝統的な多人ポットは統制であり、ものによっては絵付け、または生油されている。本体と蓋の二つの部分からなる。本体は、縁のある皿上、蓋は円錐かドーム型であり、上の口に当たる部分は細く、底の部分は太くなっている。このような形状になっている理由は、 塩水系の蓋の上部の狭い空間は、対流が起こりにくく、温度が低い領域が得られるからである。食材から上がる、水蒸気や、食材や、ハーブなどに含まれる、揮発性の香りの成分が、冷たい蓋の上部で冷やされて結露し、再び水滴となって、食材の元へ戻るようになっている。これによって、蓋と鍋の隙間にウォーターシールが形成されて、密閉状態となり、 料理の香りが飛ぶのを防いで風味を逃さない蒸し焼きに最適の条件が得られる。また、蓋の下の方だけ水蒸気の対流が発生するため土鍋の熱を下部に集中させやすいという利点もある。モロッコでは飲料水は非常に貴重だった。そのような風土的要因から食材の水分だけで調理できるタジンは作られたともいえ一般的な家庭料理となっている。 高さのある蓋は、かさばる野菜を盛り上げても収めることができ、蒸すことで柔らかくなって、見かけの量がかなり減るため、多くの野菜を食べられる。加熱時に使用する水分が少ないため、水溶性のビタミンやミネラルが溶出する損失が少なく、熱の通りが良いので油の使用も控えられる。そのヘルシーさが見直されて、現代人の間で人気が出てきている。近年、 ヨーロッパのメーカーが電子レンジでも加熱が可能な多ジンポットを作成した。しかし家庭用では、ダッチオーブンの方が蒸し物である多ジンに適している。圧力鍋で時間を短縮して作られることも多い。現地で伝統的に作られてきたものは、いわゆる素焼きの土鍋なので、直火で調理していると少しずつ割れていくことがある。鍋の材質によっては、直火の場合は強火で、 調理できないと注意書きされているものもある。最初に使うときにおじやを作ることで、ひび割れを防いで長持ちするようになる。割れやすいものは、毎回使用前に20から30分水に浸してから、弱火で使うようにし、熱いうちは水につけたりして急冷しないように、注意すれば、比較的長持ちする。丈夫な陶器や鉄器のものは、それほど取り扱いに気を使う必要はない。直火用。 電子レンジ用、電磁調理器用など用途によって鍋の材質が異なり加熱方法と鍋の種類が合わないと使えないこともあるので購入時には注意する必要がある。火加減と水分調節が料理の結果を左右する。弱火で調理するのが基本で火が強すぎると吹きこぼれの原因になる。最初は中火で加熱して吹きそうになったら火力を絞ったり。 蓋をずらして蒸気を逃がして調節することもある。食材の水分だけで調理できると紹介しているサイトが多いが実際には水分の加減が重要で料理によっては少量の水を足すことで良い結果を得られることもある。結露の状態を直接目で見て火加減や水の量が調節できるように蓋が耐熱ガラス製のものも登場している。 蓋の上部まで熱くなっていることがあるので、鍋つかみなどでつかむようにして、火傷に注意する必要がある。また、蓋を取るとき鍋を覗き込む姿勢になっていると、構造上顔の高さで水蒸気が立ち上るため、顔を火傷する可能性があるので、注意しながら蓋を外す必要がある。モロッコのタジンは、香りをつけたジャガイモや人参玉ねぎなどの野菜とソースを、 鶏肉や羊肉と一緒に低温でゆっくりと蒸し煮にして作る。この作り方は伝統的な作り方で他人の正当的な作り方として認知されている。ポットのカバーは取り外しを容易にするために先端にノブのようなハンドルをつけている。煮込んでいる途中でもカバーを開けて野菜を追加できるのが特徴。他人では高価でない肉を使用する場合が多い。 ラム肉を使う場合は首、肩、すねを使用する。モロッコのタジンでは湿気が多すぎて色落ちした場合でも美味しそうに見せるために少量の褐色着食材を使う。しかし脂肪が多量に含まれている肉でないとあまり効果がない。ソースはオリーブ、蜂蜜、マルメロ、リンゴ、洋梨、アプリコットレーズンプルーナッツレーモンなどを混ぜたものを使用する。スパイスには シナモンサフラン、生姜、ウコン、クミン、パプリカなどを配合する。肉と野菜以外のものを一緒に入れて煮込む場合もある。例えば魚、ウズラ、ハト、根菜、豆などがある。また、地域によっては、レモンチキン、アーモンド、ホシスモモを入れるものもある。チュニジアの多ジンチュニジアの多ジン料理は、モロッコの多ジン料理とは大きく異なり。 キッシュやイタリア料理のフリッタータに似ている。細かく砕いた肉にラグーソースをかけ、シナモンコリアンダーキャラウェイ、玉ねぎ等からなるスパイスを混ぜて煮込む。インゲン豆、ヒヨコ豆、ジャガイモから生地を作り、パイ風にする。そこにパセリミント、サフラントマトをかける。煮込む途中に、チーズと卵を入れる場合もある。レモン、野菜を付け合わせとして盛り付ければ完成する。 多人鍋が旨みを逃さない本当の秘密。ありがとうございます。